どうです、釣りは楽しいですか？いいですね、釣りはもう一日こうのんびりしてね。もうどのくらいやられてます？僕は今年から始めたんですわ。もう最近はもうボラ専門なんですよ。ということはボラ引きは面白いですからね。あとはクロダイですか、あと琵琶湖で鯉ですね、はいはい、鯉の70センチぐらい投げます。これは立派なもんですね。やっぱり釣りは面白いですか？どういうとこが面白い？釣れるところ、やっぱあのピリピリってくる感じ、はい、いつもどの辺へ行くんですか？僕たちあのやはりまだまだ人間収容が、できてないせいか、やっぱり獲物が、うんと釣れるところがいいんだよね。ご自分の腕前どう思います？腕前は日本一じゃないですかね。当然当然ね。なぜならあの釣り天狗だからいかがです、釣りは楽しいですか？最高ですねどういうとこが釣りの良さだと思いです？やっぱり僕らちょっと仕事の関係で、うちの中にいることが多いですからね。やっぱりこう空気のいいとこでお始めになって何年ぐらい？そうですね、もうかれこれ40年ぐらいやってますかね。大ベテランですよねいや親父がやっぱり好きだったもんですから ね、 子供の自分からやっぱり一緒にくっついてましたからね、うんうんうん、ただね、こう釣りをやってみたいっていう感じなんですよね、うん、子供だからね。いやもうこのくらいからね、釣り竿を持てばね上手になるわやっぱ友達がねどうしてもね、お兄ちゃんなんかこう友達がいるでしょ、うんうん、だからやっぱり行きたいっていうのでね、うん、釣るあれが多いですね。なるほどね、うん、いいねお父さんと一緒でね。お父さん知らないんですよあんまり。あそういやいや子供のがよく知っててね、でお父さん釣られてきたんですけどね、どういうもんだかさっぱりわからないんですよねお嬢ちゃんにもなんかね釣りたいね。そうこれ今ねやってやってるんだけども、ねえ、お友達で釣りする人いる？いる。あいる。そう、釣りは面白いですか？面白いですね。もう小学校の時からやってますけども、どこが面白いのかっていうと、あの魚が釣れた瞬間でしょうね。あのやっぱ当たりがあって、それをパッて瞬間合わせてゴツンってくる。ご自分の腕前どう思います？もう全然うまいなんて思ってません。そんな下手っていうんでもないと思うんですけど、そうですね、10人いれば真ん中ぐらいっていうとこかな。釣りの楽しさとかそういうものってどういうとこが楽しいと思う？やっぱり手応えとか、それまで研究して釣るっていう、そういうのが楽しいんで。君もそうかな。まあ、やっぱり自分のねやった仕掛けでたくさん釣るのが面白いと思う。将来あのどんな釣り人になりたい？やっぱりマナーを守ってちゃんとした釣りを。君は？やっぱりそういうマナー守ってね、釣り場をきれいにして、そういうふうにちゃんとやる釣り人になって。ああ嬉しい。アメリカ3000万、日本が2000万。皆さんこの数字どうにお考えですか？実はこれね、釣りをする人の数なんです。すごいですね、釣りブームですね。とにかくあの休日の釣り場へ行ってみますとね、老若男女あらゆるあのタイプの釣り人がお魚と楽しんでます。まあこれはあの日本という国がね、海あり、そして川あり、湖あり、特に川はね清流あり渓流あり、釣り場に恵まれてんですね。それだけじゃないんですね。最近のあの釣り道具の素晴らしい進歩、これでもう誰でも簡単に釣りを楽しめる、これが大きな原因だと思いますよ。颯爽と釣り場を行くベテラン風の釣り人、気ままに、そしてラフに釣りを楽しんでいるヤングの方々、最近はね女性のファンも非常に増えてきましたし、いや子供の釣り人も馬鹿にできませんね。大変上手になりました。今日はねこういう釣り人たちのために代表的な魚を選んで、その釣りのベテランに登場していただいて、釣りの醍醐味を満喫していただこう、こういうわけです。アユは日本古来の魚で、日本とアジアのごく一部だけに住んでいます。味よし、香りよし、姿よし、毎年季節には高級魚として私たちの食卓を賑わしています。天然のアユはサケマスのように稚魚の時は海へ下り、成長すると再び川へ上ってきます。
また最近は人の手で放流や増殖が行われています。餌は小さい頃コイやフナと同じように水中の虫を食べますが、大きくなると歯が櫛のように変わり、川底の石についた水垢を食べるようになります。性格は非常に独占欲が強く、縄張りを作って他の魚を寄せ付けません。釣り方はドブ釣り、友釣り、またこれは天然素性の多い許可されている川に限りますが、転がし釣りがあります。道具はいずれも昔からのもので、それぞれ発達しています。ドブ釣りの竿は5メートル40から8メートル60くらいの専門の竿がありますが、これには竹製の和竿とカーボン竿があり、和竿は当たりの上から使いやすく、カーボンは軽さで信頼できます。長さは釣り場の条件と自分の体力を考えて選んでください。仕掛けは道糸が 0.8 号前後、先糸が 0.4 号から 0.6 号、重りは4号から8号まで、天秤を使う地方もあります。毛針にはご覧のようにいろいろなものがあります。釣り場では色、形を変えて少なくとも20種類は持っていたいものです。このほかドブ釣りには欠かせないたくさんの道具があります。竿掛け、ズックビク、玉網、仕掛け入れ、毛針ケース。友釣りの竿は7メートル50くらいの専門の竿を用意します。竿の調子は川によって様々です。仕掛けは3号ナイロンの天井糸、 0.6 号から 0.8 号程度の道糸、目印 0.5 号から3号の重り、針、ハリス、ハリス止め、それに花冠です。その他の道具は友鮎を運ぶための移動筒、おとり缶、立ち込み釣りに必要な引き舟、玉網は柄の短いものを使います。また友釣りの場合は水の中に入ることが多いので、タイツやウェットスーツ、フェルト底の地下足袋を用意してください。転がし釣りの竿には独特の調子に作られたものがあります。長さは6メートル30が標準で、これも竹とグラス竿があります。針は7号から9号が一般的で、1本ずつ結んだもの、長型に結んだもの、重りは丸型、ソロバン型、重さは2号から3号を用意します。鮎のポイントはドブ釣りの場合はトロバ、縁、友釣りは浅瀬、旧瀬、トロブチ、ヨドミなどです。転がし釣りは仕掛けや重りの性質上、川の中流または下流の小石の多いザラ場です。鮎は全国どこの川でも釣れます。代表的な釣り場は本州の関東から西の地方、四国、九州の各河川で、湖では琵琶湖、浜名湖などが挙げられます。伊豆鹿野川での鮎釣りです。ドブとトモで狙ってみました。釣り仲間はタレントの泉大輔さん、地元のベテラン山田勝さん、アマチュア代表は牧仁美さんです。すみません。はい、矢島型と、これ矢島型。今川の状態と
ここの針に刺してるから。そうですね、ちょっと今、どんな種類がいいですかね。水です。これも大きい。水はちょっと低いですね。やっぱり大きさによっても。楽しい会話が弾んでいます。じゃあれ、ところ変われば品変わりで。原料は同じでも微妙に違いますからね。鮎釣りに限らず、釣りに行って楽しいことの一つは前日の夜の釣り人としての会話です。いろいろ話をしているうちに明日への期待で胸がいっぱいに膨らみます。どっちからぶつかってきても足すということになるよね。一本のがいい。一本のがいい。あれはもう泳がせるには絶対一本のほうがいいと思います。トラブルがないですからね。そうそうそう。あ、ルアーでもそうですよ。翌日は快晴でした。まずドブ釣りから挑戦してみます。背開き、トロバの駆け上がり、鹿野川のあちこちに見かけるドブ釣りのポイントです。や淀になった1メートル以上の水深のあるところで毛針を使って釣る釣り方で、江戸時代に始まり現在でも人気のある釣り方です。4人のドブ釣り仕掛けです。左から泉さん、山田さん、私、牧さん。ドブ釣りの竿の操作は、竿を上流から下流へ扇状に上げ下げします。できればこれに川虫のような動きを与えればなお効果的です。泉さんかけました。当たりがなかったら毛針をいろいろ変えてみます。季節や天候、時間、釣り場の条件によっていろいろ使い分けます。
りました。ノブ釣りの場合、このように竿を縮めて取り込むことができます。釣りです。取扱店でお取り合いを求めます。お取りの鮎はその川の平均的な鮎と同じくらいの元気な鮎を選びます。ごめんなさい。はい、それがよきゃ。友釣りのポイントです。良いハメ跡があちこちに見えます。友釣りはアユの縄張り争いの習性を利用した釣り方です。これも昔からある日本独特の釣り方で非常にユニークな釣り方です。ポイントにつきました。釣り人同士の間隔は最低竿1本は開けます。仕掛けは1本針仕掛け、2本針チラシ仕掛け、3本イカリ仕掛けといろいろあります。これは泉さんと山田さんの仕掛けです。こちらは私と牧さんの仕掛けです。つけるときは鮎が弱らないよう玉網を川の中へ入れてつけます。送り込みは6月から7月の頃は少し流れのあるところを選び、流れの上手へ向けて泳がせ、土曜の頃足元から泳がせていきます。山田さんの竿に来ました。当たりは竿先がぐるぐるっと左右に触れたり、また
いきなり道糸の目印を下流に引っ込んでいきます。取り込みはヘチまで寄せて行い、他の魚を散らさぬようにします。泉さんが釣りました。さすがベテランですね。綺麗に竿をさばいてます。竿は背に背負って鮎をあのように鴨に受けます。私にも来ました。流針からヘチに寄せていきます。道糸を取って竿を背に背負って玉網に収めます。あ、マキさんにも来ました。竿をもっと上手に立てないと糸が取れません。僕は釣りは旅なりというのが信条です。ですからその日鮎をいくつ釣ったとか、まあ、そういうことよりも行ったその土地土地の人、人情、あるいは風俗、そういうものに触れてこそ釣りの楽しみというものは倍化するものと思っています。針のことですけど、今の針はこのこうありますね。これを結ぶとこが少し長いものですから、まあ我々は少しずつこれを短くして、で抱きを深くさせます。でできたものにこうして針を逆回しにして、これを指からこうそっと撫でてくると針がここで必ず起きて立つようにしてね。これを何回繰り返してもこう来て、こう指の先でこう回るように。で怖い糸を使うとどうしてもいかない場合は、これを一回し元針をこれに一つかけてあるんです。でこれはいつ何時短くなってもここでこうひっくり返るようにね。それと腹がかりなんていうのが少なくなって、ほとんど背がかりくるようになってますね。まあでも釣りというのは釣って楽しみ、そして食べて楽しむというこう2つの大きな楽しみ方があるわけで、そういう意味で今日は落合先生に釣り人のための鮎料理は釣り場で楽しめる野外料理から凝った家庭料理までいろいろあります。まず揚げられるのが塩焼き、そして青竹焼き、また地方によって鮎酒。塩焼きは簡単に塩をつけて焼く焼き方で、青竹焼きは竹筒の中に生きたままの鮎を入れて焼きます。これは家庭でも釣り場でも楽しめる料理です。
庭では鮎寿司、鮎とキュウリのみぞれあえ、鮎田楽、鮎雑炊、そして唐揚げ、実に豊富です。この緑鮮やかですね。やっぱりお料理っていうのはこういう愛情細やかな、目で見ても食欲をそそるというふうな、大変結構ですね。これね、僕はあまり魚は食べないんですけども、まあなんとかこういう素晴らしいお料理なら食べて皆さん方の仲間入りをしたい、こうに思います。いかがでした皆さん。日本古来の伝統的な鮎釣り、釣りっていうのは本当に楽しいもんですね。まあ今後皆さんますます釣りを楽しんでいくことになると思いますけども、ここでただ一つ申し上げたいことがある。釣りというのは自分一人のためのもんではない、みんなで楽しむもんだ、これをぜひ忘れずに。これからあちこちの釣り場へ行きますとね、空き缶とかお弁当の食べ殻、そしてね釣った魚まで捨ててあることがよくあるんです。寂しいですね。ですから皆さん方もやはりこれではいけないと思う。例えば釣りに行ってそういう目にあったら、まずそういうものを片付けてから竿を出す、やはりこのくらいの最低のマナー、これを守ってより一層楽しい釣りをしていただきたい、ここに切望します。